号札幌ドーム、今年から黒字化。札幌市は2022年に札幌ドームの2023から2027年度収支試算を発表した。それによると、日本ハムが移転した後は売上が半減するものの、2024年から黒字転換。2023年からの5年間で900万円の黒字になるという。うおぉ。タヌキの皮、バカみたいな資産だな、いつも。嵐のライブで稼げばいいからな。エスコン建設並みの金かけて小さい体育館作るんだっけ？ほほう、それでそれで？ガバッタバの資産ですら900万の黒字っていう。2億高のネーミングライツの問い合わせが来てるってポジ記事あったけど結局決まらなそう。札幌市の第3セクター札幌ドームの2024年3月期決算見通しは、最終的な儲けを示す純損益が当初想定の2億9400万円の赤字から、さらに膨らむことが確実となった。あかんそう。この資産出したやつ首にしろよ。インチキ資産。そりゃ役人は赤字なんて資産出したら黒字になるまでのプラン出すまで帰れないからな。どうせ負担するのハムファンが多数の道民や指導でもいいわ。福住洋華堂もなくなってやばいやん。コンサドーレに税金ジャバジャバ突っ込んで利用料金クソ値上げすれば黒字化するやろ。コンサは利用料の安いやつ別の競技場もあるからできればそっち使いたいやろ。コンサも別に殺度にこだわりないよな。どうせ札幌市民の税金突っ込むから平気平気。まあなんやかんや補填しまくって黒字にするやろ。面白いから毎年言い訳発表してほしい。さあ、今年から黒字になると試算されている札幌ドームですが、本当に黒字化される未来は、果たしてくるのでしょうか？ぜひぜひ皆様の考えを教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。